北朝鮮のキム・ガンイル国防次官が、ゴミが入った風船を韓国に向けて飛ばす行為について、暫定的に中断するとの談話を発表したと、朝鮮中央通信が昨夜報じました。一方、韓国側は、北朝鮮にとって耐え難い措置に着手すると表明していて、南北軍事境界線付近で北朝鮮に向けた拡声器による宣伝放送の再開を検討するとみられます。